ちは、肉食界の女王アキです。はい、今日はね、どこにいるかと言いますと、沼津に来てます。なんか最近私のお腹の中の腹肉さんたちがね、こう言ってるんですよ。最近ラーメンばっか食ってないか、最近ラーメンばっかりだぞ、肉を食わせろって言ってるんで、こうね、今日は食べに行きます。ビジネスホテルに今日は泊まってるんで、バイクをホテルに泊めて今歩いて向かってます。やっぱりステーキっていうお店がなんかあるみたいで、そのやっぱりステーキを食べるべく、まあ来たと言っても過言ではないんですけど あった。駅からね、近いで。ニンニクある、ニンニク。今もうお昼時終わっちゃったんであれなんですけど、めちゃくちゃね、中も人いっぱいでにぎわってました。マジでうまい、ビビった。お世辞とかじゃなくてマジでやばい。まず来たらもうやっぱりステーキか焼肉カルビッチョ。マジで沼津やべえ、マジで。はい、ということで、いやめっちゃ美味しかった。お世辞抜きでマジでやばい。本当に美味しい。さっきも言ったけど、なんかね、切ったらスッてナイフがこうスッて入ったんですよ。切り味抜群。てか分厚いからそんなにね柔らかくないんじゃないかなとか、すごい期待はしてなかったんですよ。食べたらびっくり。めっちゃこれ今押してますけど、全く企業案件でも何でもないんで。感動した。はい、てなわけでまた行こうと思います。ありがとうございました。